2015ラリーガの得点ランキングがロマンしかない。この頃のレアル・バルサはやっぱり花があるな。改めて見てもメンツやばすぎるな。俺は高市、高2やは最高の時代。やっぱりイカれてる。追い夢と青春しかない画像あったんだが、普通にスアレスやばすぎる。リバプール時代のスアレスもやばいけど、メッシ、ロナウドを差し置いて得点王を取ってるの熱すぎる。どこかのシーズンでもう一回くらいスアレス得点王なってなかったっけ。スアレスは本当にウルグアイ世界最高峰選手ですね。あともう代表引退したのは悲しいです。改めてこの時代のラリーガを生で見てみたかった。この時代のリーガを知ってるから今もリーガ好きなんだよな。このサッカーが簡単だった時代を見てた世代からしたら、今のらリーガはやっぱ物足りなく感じるんだよな。いや、この時が異常で本来のレベルに戻ったと言うべきなのか。